お疲れ様です。コインゲッコです。7月15日の正午なんですけども、暗号通貨全体的に時価総額上がってきまして、380兆円を超えましたね。えっ、ー、と、私の基準だと400兆円が真ん中で、 下が370兆円少なくとも言っておいてもらいたかったなっていうところ。そして上430兆円ですね。まあ、この間のマーケットだったんですけども、ずっと長い間ね、370兆円をずっと下回っていたんですけども、本日ついに380兆円。で、目、え、下、ー、まだまだ値段が上がってますね。これはなんでこういうことが起きてるのかと言いますと、おそらくですね、ETF なんですよ。あの、リップルの、なんですかね、代表が、 インタビューで言われてたみたいに、リップルと2回目の ETF 訴訟があって、これでまさに、ね、リップルがもっともっと認められていくってことと、同時に、カルダのもう、あれじゃないの、同じように ETF であのいい感じになるんじゃないのみたいなことをね言われていたんで、あこれは時間の問題だわってことで、暗号通が全体に明るい話題がね、差し込んできたんですよね。もちろん、まあ、リップルの代表が言われてることなんで、まあ、そういう風な方向でしか言わないとは思いますけどもね。 まあでも市場が反応して資金が流れ込んできて、あっという間に380兆円超えましたんでね。これは明るい兆しなんじゃないかなと思います。で、まだまだ全ての通貨はこれ伸びていくと思います。特に ETF で名指しされた体のなんてのは一気に資金が集まってきましたんでね。これはこっからも期待できるんじゃないかなと。まあ私の予想ですけどね、こういうのはね。えー、特に好意的な予想です。ですんでかなりあのバイアスがかかってますけども、 今のうちに体の買っといた方がいいんですよっていうことはね <laughs>、思ってますね、えー。まあなんとなくね。どうするかはそれぞれの判断ですけどもね。体のはまだまだこれから、まだまだこれから、うん、いい感じになっていくというふうに思いますしね。あの、ジーン・シモンズも応援している体のですから、グッドでしょ。はい。まあリップルもそうですけどもね。リップルも急速に値段を戻してきましたね。 はい。ビットコインやイーサリアムも、イーサリアムも50万超えまして、ドミネーションをビットコインも取り戻して51.3%ですから今、調子がいいなというところです。それでは。